中です。今回はね、白猫テニスになるんですけれども、夢盛りダブルス対決記念プレゼントマッチということでね、まあ、凱旋チケット、まあ、武器とキャラ、まあ、それと、この、クリスマスのガチャかな、のチケットが3枚ゲットしていけたということでね、まあ、これ何の記念か全然覚えてないんだけど、まあ、ナイスです。まあ、そんなこんなでね、まあ、早速、引いていきましょうではありませんか。いや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 、やってまいりましょう。で、まず、ギアから引いていきます。で、ギア、前回のね、凱旋のやつ、まだ僕引いてなかったんで、20連を2回いけるのか、これは。さては。20連2回いけるですね。で、まあ、ギアの方は、とりあえず狙いはオスクロールのモチーフ。まあ、1本持ってるんですけど、2本持っててもいいですね。あとは、ミコカスミのシューズかな。あたりを狙いで、まあ、交換素材としてもね、使えたら嬉しいなっていうところで、出てほしいんですけど、いきますねとか言っても押してるけどね。いや、どんどん来ちゃってよ。2位。久しぶりに、おーおー、交換素材来た。あんま来ないんだっけ、これって。2? え?全然こんな来ないんだっけ?ギアガチャって。全然来ねえぞこれ。全然来ねえじゃねえかこれ。1本しか来ねえじゃねえかこれ。こんな感じなの ?1本?そんな渋いのこのガチャって。20回。なんかさ、ライブ配信でやったらめっちゃ引き悪いからさ、今回録画でやってやんべと思ったんだけど。こんなもんかい?マジ?なんかさ、めっちゃ引きいいやつとかさ、ツイッターとかで上がってたから、意外になんかね、バスバス、ガスガス出ちゃうんじゃねえかななんて思ってたんだけど、まあ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 、最初の10連なんてもうあれだから、まあちょっとね、試しにみたいな感じで、本番はこっからなんで、で4本ぐらいね、4、5本ぐらいね、まあゲットしていけたらいいかなっていう感じですね。いっちゃえ。まあ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 、はい、3。3、3、4、え?これ、星4、入っとるよ。おいし、来た、なんだあのシューズは。え?あのシューズ何?霞靴ではないよね。はい、おー、いいや、ニコやね、これね。はい、はい。まあ、シューズとかね、パッと見持ってない武器、持ってないシューズとか武器だと、わかんないんだよね。誰これ?シーサイドから。これあれかな?ティナシューズっぽいですね。ティナシューズか。まあ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 、いいでしょう。本命はキャラガチャだから。赤さんの本命キャラガチャなんで、ここでね、さっきのギアガチャのね、まあ、あの感じをね、どうにか挽回していけたらななんて思っております。というようなところで、もう早速、まあ、無料の1回から行こうか。まずは無料の1回で、まあ、様子を見てっていうような感じで。てか、テニスガチャ結構渋くない?俺だけ?星に手は抜かねえという感じ。10連頼むぜマジで。で、あとね、チケットが14枚あるんで、このクリスマスのね、フェスティバルガチャ、フォースターフェスティバルガチャをね、10連そこもやっていこうと思うんですが、まず凱旋ですね。凱旋の方の狙いが、まあフローリア持ってないんで、フローリアとか来てくれても嬉しいのと、あとはイオリとかね、もう欲しいんだよね。あとオスクロール持ってないんで、そこら辺も来てくれたらいいななんていう感じです。あとアイドルアイラとかもいるんだっけ。いや、そこら辺お願い。新キャラだったら何でもいい。でも労働入んないもんなのかな。キャッシュ切ったりしてないからさ、テニスの方は。でも金率僕にしては高いんじゃない。1、2、3回全然高くねえじゃねえか。3だから、
あと2だよ。マジ？任せてくれ。あと2。ゆっくりゆっくりゆっくり。テニスロボ。テニスロボはいいんだよ。テニスロボはいいよ。私の応援が必要かしら。ゆっくり。一緒やってやっか。あと2体いる。あと2体いる。応援してね。参りましょうね。ギアとの相性大事ですよ。まあ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 。まあこっからだから本番は。うん。テニスロボゲクノン。本番こっからだから。クリスマスの方のガチャでね、チケット3枚の10連回していくんで、まあ、そこでね、まあ、ジュダかリリー弾けたらね、万々歳じゃないんでしょうかね、これ。とりあえず、チケット3枚あるんで、その3枚分でね、回してきます。いや、待って、普通にルーシェも可愛い。だから、ルーシェも強いんですよね。ルーシェ、リリーか、リリーじゃないね、リリカだね。リリカだった。ルーシェ、リリカ、ジュダね。俺はジュダ。この3キャラのどれか来てほしいっていう感じで13年回していきたいと思います。まず単発で来ちゃっていいんだぞ。一緒に一番目指すわよ。一緒に一番ね、目指してやってもいいけど、君じゃない。でもスターは地味に嬉しいんだけどね。来い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 。2連続ってないよ。いや2連続はないっしょ、さすがに。まあ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 、これ10連怖くなってきたな。10連怖くなってきたぞ、これ。いきます。まあ、最後の10連で見せるんで、これで合ってる。待って、これ合ってる。危ねえ、これじゃねえ。危ねえ。とりあえずチケットの方はね、ラストというような感じになります。でこの後のね、10連でね、まあまあまあ、そんなもんでしょ。なんかさ、久しぶりになんかロード的なものが入ってほしいんですよね。ロード的な何かがね、入ってくれるとね、ガチャも楽しめるそうなんで、なんか来そうじゃないですか、ロード。あんまり関係ないテニスはって言われてる方が結構いらっしゃるんですが、なんかね、ロード入ったら出んじゃねえかなっていうあまり期待をね、込めてしまいますよね。今年最後のテニスのガチャになるかと思います。今年最後のテニスのガチャ。ね、ジュダかリリカ。もしくはルーシェ。引けていけたらいい形でガチャ締めていけるんじゃないでしょうか。では10連やっていきます。ロード来ねえんだな。ロード来ねえんだわ。でも筋肉頼む。最後筋肉。おっ5123455だよな。今5だよな。来ちゃい。あと4。練習通りにやるだけだ。来ちゃえよ。あと3か。ちょっと苦しくなってきたな。ここら辺からちょっと苦しいな。練習通りにやるだけだ。結構渋いよな、でも。3キャラ狙いだからさ。3キャラ狙いだから、どれか来てくれちゃってもいい気がするんだけど。あと2。あと2。そんなバカな。そんなバカな。あと1。気合い入れていくわよ。あと1。やっか。緊張しなくていいからね。バク&シってやつかな、これは。くっそ、ちょっと単発いこう。あと4枚あるから。ちょっと狙ってこう。なんかこれじゃ締めらんないよね。あと4回ガチャ回してね、なんか来てくんないかなっていう。多分ね、テニスはね、来年いい引きになるんじゃないかなっていう感じ。来年来てくれるんじゃないかなって思ってる。実際緑ね、なんかいい感じの緑だけどさ、君じゃないんだよな。
君でもないんだよな。一丁やってやっか。一丁ね、やってほしい感はあったんだけど、あと2枚ラスト、ラストあと2枚。いっちゃ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 い。全然ダメやん。また君かい、獣耳男め、獣耳男め。はい、ではラストね、これで今年のテニスガチャ締めていきたいと思います。まあまあまあ、でもね、かなり楽しめたんでね、いいんじゃないでしょうか。妖艶の魔王、オスカロルと申します。よかったいや、オスクロルね、ずっと欲しかったんですけど、全然ゲットできてなくてね、最後の最後のね、締めにね、オスクロルがね、星5で来てくれるというようなね、いや、これは素晴らしい結果だったんじゃないでしょうかね。みんな、高評価よろしくなというような感じで、まあ、今回のあの、イベントで、なんだっけ、なんかタワー108階登るみたいなやつとかも来てるんでね、なんか2点マッチなのかな、で、デュースあってみたいなところでね、そちらもちょっとやっていこうかなというような感じです。結構ね、時間的に厳しいところはあるかもしれないんですがね、ちょっと頑張って108回までは登っていこうかなと思います。今年のガチャ、皆さん引きいかがでしたでしょうか。来年も白猫テニス、ちょっとぼちぼちね、やっていこうかと思いますので、よろしくお願いいたしますというような感じで終わっていきたいと思います。もしよろしければツイッターのリンク概要欄に載せておきますので、フォローしていただけると嬉しいです。合わせてチャンネル登録よろしくね。ではまた次回のライブ配信、録画の動画でお会いしましょう。どうもご視聴ありがとうございました。かでした。バイバイ。